道路を隔てて、向かいの駐車、留置区画都営バス、品川自動車営業所は、東京都品川区北品川にある、都営バスの営業所で、主に、品川区東部と港区を中心に一部、江東区を含めた、臨海副都心地区の路線を担当している。営業所上層部に、都営北品川一丁目アパートが併設されている。営業所記号は A を用いる。 ナンバーは品川である。管轄下に江南支所を置く。最寄り停留所は品川車庫前、または品川車庫入口である。旧東京市営の営業所として現在の形になったのは1942年2月1日のことであるが、その源流となる民営バスの拠点としては大正時代から存在するという。 都営バスの中でも有数の歴史を持つ営業所である。その基礎が確立するに至るまでは、都営バスの前身である青バス由来の路線のほか、現在の東急バスや京浜急行バスの系譜に、連なる複数の民間事業者の流れが複雑に絡み合っている。東営業所管轄の路線は大別すると、JR 山手線の内側及び、 そこから郊外に乗り入れる路線と品川区の東側を中心としている。路線の一番の大元は大正から昭和の初期にかけて東京乗り合い自動車が開設したものである。青バスは1919 19年高輪から京浜国道を降り六郷村に至る路線を開設した。この路線は京浜電気鉄道の鉄道線とほぼ並走していたことから 京浜電鉄も自社路線防衛のためバスへの参入を目論むが、青バスの既得権の前に免許が降りない事態となる。京浜電鉄は1929年になって、改築されたばかりの新国道経由で、高輪6号橋間の路線免許を取得すると、翌1930年に東京乗り合いから旧国道経由6号線を買収。青バスは東京府南部から撤退した。 一方、小丹田駅から、先の中原街道沿いでは、池上電気鉄道が1927年に、バス事業を始め、マリコの渡しまで伸びていたが、このバスが、山手線内に入り込み、後手に山通り経由で、品川駅に乗り入れるようになる。ほぼ同時期に、東京市芝区では、国鉄多町駅周辺の通勤輸送を行う、芝浦乗り合い自動車という会社が設立された。 この会社には、玉川電気鉄道が出資しており、1937年、目黒蒲田電鉄に合併、目鎌電鉄バス、芝浦営業所と変わる。また、東京府被蓋町を拠点に営業していた目黒、自動車運輸が、国鉄目黒駅から山手線内に入り込み、品川駅に至る路線を作った。この目黒自動車運輸も1937年、 メカマ電鉄に合併して下目黒営業所となった。メカマ電鉄バスは1939年、東京横浜電鉄との合併で、東横電鉄バスに変わる。メカマ電鉄が東横電鉄に合併される前年の1938年、陸上交通事業調整法が帝国議会で可決され、東京市周辺はその対象地域として、 事業エリアの調整が行われることになった。品川営業所のエリアでは、天王洲橋から品川駅を経て、山手線の内側にあたる東京市芝区内と旧品川区の一部が東京市営バスの独占事業区域とされることになった。このため、東横電鉄は五反田駅や目黒駅から山手線内に入り込んでいた区間と、 旧芝浦乗り合いの流れを組む芝浦営業所の全路線を東京市に譲渡しなければならなくなった。一方、青バスは地下鉄銀座線を運営していた東京地下鉄道に合併されていたが、東京市中心部を中心に広範囲の路線を持っていたため、全事業が東京市営に統合されることになった。こうして1942年2月1日、青バスと 東横電鉄バスの山手線内区間は東京市電気局に譲渡された。電気局では品川地区にあった両社からの引き継ぎ路線を運営するため品川自動車営業所を新設した。これが現在につながる品川営業所のスタートであった。しかし、第二次世界大戦による路線の縮小と空襲による被害により1945年春には機能が停止してしまった。 戦後再開したのは1947年のことである。電気局改め、東京都交通局は GHQ の指示に基づき民間との共同運行による長距離路線の開設を進めており、品川営業所管下では戦前の事業者をすべて統合した東急バスをパートナーに品川区から大田区にかけてのエリアへ参入することになった。その第一弾が 東京駅マリコ橋間の行きが谷線1 0 0系統と東京駅池上駅間の池上1114系統であった。その後、京浜電気鉄道の後ろ身となる京浜急行電鉄が国道線の再開を決めると、こちらでも都営バスとの共感が行われる。こうして品川営業所は東急、京急の両者と共感関係を持つことになった。最盛期には、 東急との共管だけで3路線、京急との共管も2路線を数えた。1964年の品99系統の開設を皮切りに埋め立て地の工業地帯への路線が次々に開設された。昭和40年代には都電の廃止に伴い、大体として492、497系統が運行開始された。その反面、民営との相互乗り入れ路線では、 道路渋滞により定時運行が困難となっていく。まず1971年までに、京浜国道線115系統などが廃止になり、玉川大橋線122系統も短縮されて、東96系統となり、羽田空港や神奈川県川崎市から撤退、京急との共感が解消される。続いて1977年の第一次再編では、 東94系統、1979年の第一次、追加再編でも東90系統が国鉄、山手線の駅で分断され、都営は山手線以北のみを担当した。しかし都心側の路線は地下鉄や山手線と並行するなどして、客足が伸びず、縮小廃止を繰り返した。1979年、 完成したばかりの東京港トンネルを経由し13号地へ向かう海0一系統の運行が開始され、品川営業所は江東区に進出する。1982年の第3次再編成で海0一系統は門19町系統と統合、深川営業所との共感都市勢力を拡大。引き換えに東96系統が廃止されて、 半96系統に切り替えられた。翌1983年には、大井府島中部で大規模団地ヤシオパークタウンの入居が始まり、都営バスは、京浜急行バスと共に、団地へのアクセスを担う、バス路線を開設した。1990年代に入ると、営業所からもほど近い天王ズアイルの開発が、急速に進み、シティバンクや日本航空が本社を移転。 東京モノレールは天王洲アイル駅を新設して対応したが、都営バスも JR 品川駅や大井町駅との間を結ぶバス路線を展開した。これによって品川営業所の路線の主軸は完全に臨海部へと移った。一方でレインボーブリッジの完成で東京港トンネルを通る海01系統の存続にはリスクが伴うようになり、 二次令二系統と事実上入れ替わる形で、海01系統の所管から一度は外れた。その後、東京港トンネルを挟む区間は廃止となる。2000年12月の大再編では、都心部を中心に縮小、廃止が行われた。2002年2月に湾岸部の再編が行われ、目黒文中書廃止に伴う2005年3月の再編で大規模な所轄の交換が行われた。 2006年には並レイチ系統の新設で、臨海副都新地区の路線が強化され、2008年4月、港南支所の鳩場水ス化に伴って、エリアの幹線系統を一手に担い、また、2009年4月には再び海レイチ系統に参入することとなった。2018年10月11日から運行されている、新橋駅と豊洲市場を結ぶ路線。本路線は、 市場前駅が最寄りとなる、ゆりかもめの保管輸送という役割を持つ。市場会場日の新橋駅前発の始発は休行便となり、国立岩研究センター市場前駅間は無停車となる。なお、休行便は設定当初は、市場会場日の朝時間帯に、新橋駅前発と豊洲市場発が多数設定されていたが、開設からわずか2ヶ月後の12月3日の、 ダイヤ改正で新橋駅前発の始発を除いて確定便に置き換えられた。2018年10月6日までは新橋駅から築地中央市場を経由して戻る循環路線であった。豊洲市場開場後本路線が築地から延伸することになった理由については国立湾研究センター中央病院への病院輸送と場外市場が築地で存続することによる 観光輸送という二つの意味合いが大きい。新橋駅国立岩研究センター間は、築地市場時代は一方通行の循環路線だった名残もあり、市場前駅、豊洲市場業のみ、浜離宮を経由する。国立岩研究センター市場前駅間は現在は、晴海通り、有明通りを経由しているが、館二通りの全面完成後は、館二通りを経由して、 築地から豊洲へ向かうことになる。なお、築地市場時代は、専用車両による運行が長らく続いていたが、現在の路線では特に運行車両に制限は、されていない。並で一出入系統は、品川車庫への出入り便として一部時間帯のみ、運行される。この出入庫系統は2013年4月1日から、お台場海浜公園駅、東京テレポート駅間を、 ショートカットして結ぶ系統が新設された。また、同日に次0 1系統が廃止されたため、出入系統は、都営バス路線としては唯一レインボーブリッジを渡る、系統になった。なお、この並01出入系統は他92系統の、品川駅港南口品川車庫間や、両28系統の臨海車庫、第六火災小学校発着便などとともにミンクル。 ガイドには記載されておらず、2021年4月のダイヤ改正以降は毎日2本のみの運行となっている。1976年3月1日に運行が始まった。運行当初から目黒営業所の担当であったが、目黒文中所の廃止により2005年3月28日に東営業所へ移管された。二千六年に駄ヶ谷駅での降車場、乗車場が分離され、 従来、千田谷方面のバスだけが停車した千田谷、八幡停留所には、目黒方面のバスも停車するようになった。品川駅周辺から、八シパークタウンへ向かう。運行開始は1983年3月25日で、開業当時は、品川駅から、八シパークタウン内を循環して、大井町駅東口へ抜ける路線であった。 1998年3月31日には、仙台坂トンネル経由で、ヤシオパークタウンと、大井町駅等を結ぶ、折り返し系統が新設された。2002年2月25日に、品川側と大井町側を、ヤシオパークタウンを境に分断、大井町側は9 2系統となる。2002年12月1日の臨海線、品川シーサイド駅の開業に伴い、 品川駅発着便は駅前に乗り入れるようになった。品川シーサイド駅発着は平日朝のみの運行。深夜07系統は深夜バスの1989年6月19日に品川駅西口、ヤシオパークタウン循環として開通した。品川駅の発着は開業当時から一貫して西口の発着で深夜時間帯には品91をつ系統が 品川駅高輪口発着で運行されていたが、2018年4月のダイヤ改正により品91系統と同じ港南口発着品川シーサイド駅経由に統一された。大井町駅とヤシオパークタウンを結ぶ路線である。E92 系統は2002年2月25日に品91系統の分断により、大井町側の路線として誕生した路線である。 品91系統時代は、大井町駅周辺は両方向とも、青物横丁経由であったが、E92 系統としての分離時に、八代方面が青物横丁経由、大井町方面が仙台坂トンネル経由になった。これにより、大井町駅行きの所要時間は大幅に短縮された。2000年12月12日には、平日朝夕のみ運行する急行運転のダイレクトバスとして、 直行01系統が新設された。E92 系統と違って、両方向とも仙台坂トンネルを経由していたが、2018年4月のダイヤ改正で E92 系統に統合されている。品川管轄の中で最古の路線。大池競場場から品川を抜けて、高輪・は白金台地へ上がり、目黒駅に至る。八津山橋経由が本線だが、 早朝という国には、京急本線の踏切を避けるため、第一京浜を迂回する便は百八十六年から少数運行され、第一京浜国道周りと案内される。一部は、ベイリ便として、品川車庫発着があるが、目黒駅発最終のみ、都立産業技術高専品川キャンパス前止め、平日昼の一本のみ、大井競馬場発品川駅高縄区地域も、 運行される。成り立ちも、品川を境に、両側で大きく異なる。品川より、海側は、東品川への足として、東京市バスや東京地下鉄道が開通したもので、陸側の品川駅目黒駅はそれより古く、民間の目黒自動車運輸によって運行された、品川目黒、高番、有天寺駅などの系統の一部だった。戦争中の事業エリア調整を経て、 目黒自動車運輸の後ろ見、東京横浜電鉄から東京市に引き渡されるが休止され、復活したのは1948年のことであった。3系統としてまず旧、青バス由来区間の品川駅東品川が開通、1952年に旧東横電鉄由来の品川駅目黒駅間を延長して、目黒駅品川駅東品川という路線の基礎ができた。 東品川側は1953年に大井サメズ町まで延長されるが、昭和30年代初頭の路線図には、東品川という終点名が記されているものもあり、長らく東品川行きとして案内されていたことが伺える。大井競馬場まで延長されたのは、サメズ橋下橋後の1961年である。1986年3月31日に朝のみ、 品川駅天王津橋間において、京急八山踏切による渋滞を回避するため、第一京浜国道経由で、迂回運行が始まった。開設当初は八山橋、北品川の両停留所は設置されていなかったが、2001年に停車するようになり、2018年4月からは、平日の夕方から夜にかけても運行されるようになった。 2005年3月28日から2008年3月31日までは、港南支所と共感であった。大井競馬開催時には、時間帯により、競馬場から乗車した場合に限り運賃が無料になる。また、品川駅港南口き直行バスが運行される。到着後すぐ、品川車庫に改装される、関係上、直行系統だけ港南口到着となる。 品川駅から天王洲アイル地区を循環する品96港と野村不動産天王洲ビルに位置する臨海線天王洲アイル駅へ至る品96オツからなる路線。天王洲アイル地区の開発に合わせて1991年に港が続けて翌年に逆回りのオツが開設され、1996年オッツはジャルビル折り返しとなった。 循環運行の品96号系統は、平日朝のみ運行され、品川駅港南口を出ると天王津橋を経由し、臨海線天王津アイル駅には寄らずに天王津アイル、東京海洋大学本部を通り、品川駅港南口へ戻る。品96号系統は、平日が1時間あたり8から15本と、多めに設定されているが、土曜、休日ダイヤは2から5本程度である。 五丹田駅から五天山、品川駅、麻布十番駅を経て六本木ヒルズへ向かう。この系統は様々な系統の再編を通して出来上がった。旧、阪九十六や東九十といった系統の面影は全く見られず、大江戸線開業以降の再編は迷走を極める。2000年12月12日の大江戸線開業時には、 492系統の品川駅赤羽橋駅間と廃止されたた70系統のごく一部の区間、半9高系統の五反田駅品川駅間を統合し、3代目の半96系統となった。2006年4月1日より約20分ごとに増便し、麻布十番駅から先は、礼入りなどを除き、六本木循間に変更した。 2013年4月1日の改編で、六本木循環が六本木五丁目、六本木駅経由の六本木ヒルズ往復系統に変更、六本木欅坂を経由しなくなった。また、半96折り返し、赤羽橋駅前発着系統も廃止された。大田区を走行する、都営バス路線は、現在は本系統と江南支所管轄の E98 系統だけである。 現在の品98系統は1974年7月1日に開通した旧品98系統と品95系統1978年7月20日に統合大井町駅の乗り場を東口に変更して誕生した。当初は品川駅から大井ふ頭を迂回して大井町駅まで行く路線だったが1989年の 大田市場会場に伴う大田市場発着の品98オツ、平系統や大井町駅大井水産物不当線などの開設を経て2002年2月25日付で大井町駅側を短縮、それまでのオツ系統が高継統となった。大井不当のコンテナターミナルや大田市場への通勤、業務を目的としている。そのため、平日朝における、 品川駅発は4の7分間隔で、その他の時間帯は1時間に、おおむね3から4本で運行されている。大井不登番プール止めは平日、土曜の朝のみ、大井不当への通勤対策として設定されているが、以前まで、大井不登番プール発品川駅、東口行きもあったが廃止されている。平日、土曜、休日ダイヤのほか、大田市場は、 祝日も開場している、関係上この路線のみ祝日ダイヤが設定されている。早朝の5時台に、市場関係者の利用があることから、品川駅から直行の急行便品98、平景等が設定されている。かつては3便あったが、現在は、品川駅東口5時32分発2月現在の1便のみとなり、始発電車に乗って乗車できるエリアは、 非常に限られる。営業所の路線図には記載されていないが、ミンクルガイドには記載されている。元は39後継統として設定された古い路線である。品川駅から東京出入国在留管理局、品川ふ頭を経由し、品川駅へ戻る循環路線。1964年3月9日に運行が始まる。平日朝の品川駅発は、 約2から4分間隔、夕方は4から6分間隔で運行され、それ以外の時間帯は1時間あたりおおむね6本が設定されている。通称ミニバス。都心部における自家使用車などによる道路渋滞、交通公害の減少、エネルギー資源の節約、路線バスの復権などを目指して、1974年に試験運行が開始された後、正式運行となる。 日曜、休日は運休。午前9時の仕車から午後5時過ぎの終車まで、約5分間隔の運行ダイヤであった。運賃は、一般路線と同一で、現金、回数券のほか、とバスフリーカード、都営交通1日乗車券、各種乗車証が利用できた。投入車両は、自動車メーカーとの協議の上で、トヨタコースターなどを使用し、乗降扉は、 車体左側に折り土式が1箇所設けられた。その後特任を受け館庁外付近でのフリー、降車間設定などの増収案が実施され、車両も2台目に更新しサービス向上が図られたが、当初目的であった自家使用車などからミニバスへの異常の成果が上がらなかったこと、当時の都営バスの中でも営業係数がワースト1であったことなどから協議の結果、 1983年8月22日に廃止された。元は1978年に船の科学館で開催された宇宙博へのアクセスとして運行された臨時便だったものを1979年1月に定期化したもので、当初は品川駅東口海上公園館の運行だった。その後、門19町系統と東合の上門前、中町まで延長。 品川、深川営業所の教官となった。途中で首都高速道路の東京港トンネルを走行していた。1997年7月には品川駅東口からの台場循環が品川単独で設定されるも1999年1月に廃止、同時に品川営業所が撤退、その後2002年12月には 臨海線の開通に伴い品川側の区間が廃止され、門前、中町、東京テレポート駅間のみの運行となる。路線図前日した通り、市レ一系統は2018年10月6日に閉鎖された築地市場へのアクセス路線として運行されていたため、市場構内にある築地中央市場バス停発着となっていた。同日付で築地市場への乗り入れは廃止され、 11日には、豊洲市場へのアクセス路線に切り替わったため、前日10日で、築地市場へ乗り入れない、循環系統も廃止された。歴史は古く、終戦直後の1948年8月1日24、系統として開通している。当初は、昭和通りから三原橋、晴海通りを通って海幸橋を渡り、市場構内に入っていた。袋は現在と同じ経路であった。 昭和40年代に、朝のみ海幸橋を渡らず三原橋から、四条正門に行って校内に入る経路に、それ以外は、現在の袋を往復する経路に変更された。1976年12月に袋が、現在の新大橋通り、浜離宮経由に変更し、1980年10月13日に、朝日新聞社循環が新設され、従来の経路は、 死霊一高系統となった。あとに、死霊一高系統は、平日の朝から昼、平日の夕方から、夜と休日は、死霊一をつけ統が運行される形となった。1990年代前半の一時期、築地市場の再整備工事に関連して、死霊一高系統を休止し、全便を死霊一をつけ統で運行していた時期があったが、工事終了後は、 元の運行形態に戻っている。2000年12月12日に地下鉄大江戸線月地市場駅が開業したが、地冷地系統が直接の影響を受けたのは2年後の2002年11月2日の大江戸線汐止駅開業のタイミングで休日が運休となった。2007年3月26日より、朝日新聞社バス停を袋の未停車とし、現行の循環経路に変更され、 こう系統ととも統一された。2018年10月6日をもって、築地市場は閉鎖となり、同日をもって、築地中央市場前バス停は廃止された。同年10月11日に、豊洲市場が開場されたため、本路線は豊洲市場へのアクセス路線へと切り替わった。本路線では1980年代以降、原則として中型車が使用されていた。 品川に心臓投入されたレインボー RJ が3台に渡り専用で使われていたが2011年に大梅支所からイスズエルガミオが7台転属してきた。レインボー RJ からエルガミオまでは鮮魚類を持ち込む乗客が多いことから座席にビニールカバーをかけるなど対策を施した上で本路線専用に使われていた。なおこの時代でも 市場関係者の利用が集中する早朝には、大型車が重当されることもあった。しかし、築地市場の最終日になるはずだった2016年11月4日限りで、中型車は全車体駅30年ぶりに全便大型車での運用となった。2000年12月12日に急行運転のダイレクトバスとして運行を開始した。 平日朝夕のみの運行で往復とも仙台坂トンネルを経由したが2018年4月をもって確定運行の E92 系統と統合され廃止。二次01系統と同様に昔使用されていた系統番号の再利用となっている。当初の目的が城南大和間の直結であるため品川駅を出ると大和海浜公園駅まで直行し、 江南地区はノンストップであったが、平行路線の他99系統は朝夕のみの運行であったため、1年後に各駅停車に変更された。しかし、臨海線が大崎駅まで全通したことでその使命を終え、品川から大場地区への路線は、首都高速天王洲アイル経由で朝夕のみ、運行の海で一系統と共に2002年12月に廃止された。本来は、 新宿営業所の担当路線だったが、運行開始当時の混雑時のみ、490に系統をまびいて運行した。1997年の営団地下鉄南北線、ため池山の四谷間開業で完全並行となり、大江戸線開業に合わせて2000年12月11日、限りで廃止された。1927年に、池上電気鉄道が開業させた五段台駅、 中野部間の路線が元祖で、目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄、大東急を経て1947年とへと、東急の共同運行になり100系統を名乗った。当初は、東京駅上、舎口京橋一丁目新橋駅、大門田町駅品川駅五反田駅、平塚橋専属池という運行区間で、1948年には、雪型に、 1966年には、マリコ橋へと順次延長。1979年12月17日の第一次、追加再編で都営が東九十系統、東京駅八重口淵五丹田駅、東急は品九十系統、品川駅マリコ橋と分割され、東急の品九十系統は中延営業所廃止に、伴う世田営業所への移管を経て1989年3月31日、 限りで廃止。都営単独で残った東90系統のうち東京駅、品川駅間も1990年6月30日、限りで廃止され、品川駅後短大駅間だけが半90高系統として残った。品川駅業は、品川駅において、品93系統、目黒駅業と同じ停留所から、当時の492.97系統が発着していた。 ホテルパシフィック、東京前の停留場の順に停車していた。その後、同年11月26日には、品川駅後天山昼付館便が設定される。1992年3月から1998年4月までの一時期、目黒営業所が担当していた時期がある。2000年12月12日の改編で、9、 半96系統及び492系統を合わせて統合御点山昼る官便ともに現在の半96系統となった。都電第4次撤去と同時の1969年10月26日に80系統として運行を開始した路線である。品川駅から市の端までは現在の半96系統。 あたご参加からは東98系統のルートをなぞり、東京駅へ行っていたが、この路線は丸の内北口へと向かった。第二次再建計画に基づく追加の路線再編成により、1979年11月22日、限りで廃止。1994年7月21日付で運行開始。八潮団地から、 大田市場への通勤輸送を主な目的としており、平日、土曜のみの運行で、大井町発が3回、大田市場発が4回と非常に少なく大変影の薄い系統であった。2002年2月25日の大一区会返事に廃止された。1967年12月10日。 都電第一次撤去で廃止された3系統の、代替として503系統が開業するも、2年後、都電第四次撤去と同時の路線再編成で、四谷飯田橋を短縮する。1976年には、四谷駅へ乗り入れ、1979年11月23日に、橋99系統廃止に伴い、従来の札の辻経由から一の橋経由に変更する。 四八十系統同様南北線の延伸により二千年十二月十二日、大江戸線開業に合わせて赤羽橋四谷駅間を短縮の上残った区間を半九十5系統とともに半九十六系統として統合された。九百四十八年、東京駅や S 口新橋駅しなが駅、北しなが大井町駅大森駅、池上営業所前から池上駅を第一京浜。 池上通り経由にて、東急バスとの共感で114系統として、運行を開始した。第2次再建計画による路線再編成に伴い、1977年12月16日付で、品川車庫東京駅や S 口に短縮されたが、中央通りの新橋東京駅の渋滞と、品川駅品川車庫間の京急本線の踏切が原因で、定時運行が難しくなり、 追加の路線再編成で東90系統の出入小便として統合。1979年12月16日限りで廃止となった。この際、東90系統の発着地が丸の内南口から八重洲口に変更されている。品川駅より先は東急バスの池上線となり、2000年に同社の蒲田線と統合して蒲田駅まで延長。 大田品川線と名前を変えて運行している。2002年に開通。しかし、徐々に運行回数が少なくなり、2010年4月1日に廃止された。1978年7月20日をもって旧、品98系統と、路線統合、品川駅大井町駅間を大井府島経由で大回りする品98系統となった。1950年、 122系統の名前で、東京駅八重洲口新橋駅五反田駅、まご橋玉川大橋間を、東急バス新名営業所との共管で、運行開始したのが始まりである。その後、都営地下鉄浅草線の並行路線となったことから1970年に五反田駅で分断され、6系統となって、都営は山手線内区間のみを、運行継続した。 第三次再建計画に伴う路線再編成により、1982年12月25日限りで、田町駅東京駅間が廃止され、半96系統に変わる。東急側は五反田駅川崎駅、ラゾーナ広場間の五反田線として、現在も存続している。元は半90降開始系統として1990年11月に誕生した路線で、 2000年12月12日に半90高系統が半96系統に統合されたことにより半96折り返し系統となる。2007年5月31日に廃止されたが貸し切り系統として残る。詳細は半96系統の項を参照。都電第四次撤去で廃止された33系統の代替。 1969年10月26日に開通した。その後1974年7月1日に浜95系統に統合され、品川車庫四谷方町の長距離路線となるが、第二次再建計画に伴う路線再編成で、元の498系統だった区間が廃止されてしまう。現在は品川駅港南口東京タワー間を鳩とばす委託で運行中。 2008年4月1日限りで、品川駅東口方面が廃止。大井不当バンプール方面は引き続き運行している。1953年3月1日に、新橋駅時計会大館を開通、東京タワーの開業と同時に、路線も延長された。都電第四次撤去と同時の1969年10月26日付で、 渋谷営業所の76系統と統合の上新76系統として渋谷営業所の担当となる。都現第7次撤去と同時の1972年11月12日付で橋88系統を名乗り、その後は路線の短縮、延長や東82系統の吸収、さらには営業所の移管を繰り返し、現在も支部88系統としては、 マス委タクで運行されている。1919年に東京乗り合いが開設した京浜国道経由6号線に由来し、その後京浜電鉄への譲渡を経て、戦前の最盛期には品川から横浜駅まで運行していた。京浜電鉄が大東急に合併した時に引き継がれたがほどなくして休止。戦後京浜急行電鉄が再開を決めた時に、 都営も共同運行の形で参入、品川駅東京駅間を延長する代わりに、神奈川県内部分を川崎駅で打ち切りとした。都営バスで神奈川県へ乗り入れた路線は、この系統が唯一となった。1965年8月25日に、奇襲点を川崎駅から羽田空港に変更、神奈川県内に張り出していた都営バス路線がなくなる。羽田空港方向は、 汐止めから空港西まで首都高速を経由し、東京駅方向は産業道路を経由して平和島駅、大森駅に立ち寄り、鈴ヶ森出入口から汐止めまで首都高速を経由していた。その後、新系統番号が設定される前の1970年12月1日、限りで廃止され、羽田空港から都営バスが撤退するとともに、 京急バスも港区から一時撤退した。東京駅と羽田空港を結ぶ路線は、その後、1993年9月27日の羽田空港移転に伴い京浜急行バスと東京空港交通の共同運行による路線が東京駅八重津口から設定され、現在も運行されている。1963年4月1日に開通。当初は鈴が森経由だったが、 1966年4月1日に、大森海岸駅や大井競馬場を経由するルートに、変更、現在の京浜急行バス森20系統と、都営バス品93、品91系統を合わせたルートとなっていた。都電第4次撤去と同時の1969年10月25日、限りで廃止、京急バスの一般路線も品川駅から撤退した。 都電第一次撤去で廃止された一系統の代替として1967年12月11日付で運行開始した路線。しかし、全区間で国連山手線、京浜東北線と並行し、加えて新橋と上野の間の中央通りは A 段地下鉄銀座線と完全並行、新橋と大門の間の第一京浜国道も、 都営地下鉄浅草線がすでに開通していたため乗客が少なかった。そして1968年6月21日の都営浅草線大門仙学寺間、京浜急行本線仙学寺品川間の開業でバスとしての存続意義を失い、都電第四次撤去と同時の1969年10月25日、限りで廃止となった。現在、金杉橋から、 新橋駅にかけては、と06系統が、日本橋から上野駅にかけては、土休日のみ、本数禁章ながらも、観光路線バス S-1 系統、東京夢の下町が運行されている。東京テレポート駅と、お、台場海浜公園駅の間を、ショートカットしていた。波01の一部を有明にいかんとともに、廃止されている。 1997年2月の開通からしばらくは、目黒営業所港南分駐所と品川営業所の共管だったが、1998年2月に品川担当分を深川営業所に移管した。その後は、とバス委託による港南単独化を経て2014年3月に廃止となった。後ほぼ同経路に、 KM 観光バスによるキロメートルフラワーバスが運行されたが、2017年5月31日に廃止された。本来は渋谷営業所の路線であるが、2008年4月からの丸1年間品川営業所も参入していた時期があった。しかし短期間で渋谷営業所の単独に戻り、渋88系統のハトバス委託と相まって、 品川営業所はわずか1年で渋谷駅前から撤退した。2005年3月に長らく担当してきた目黒文中所の廃止に伴い品川営業所に移管されてきたが2013年4月に港南支所に移管、鳩バス委託系統となった。2008年4月に渋谷営業所から移管されたが2009年3月をもってはとバス委託となり 新宿支所に遺憾となった。元は1990年6月に、初代、半96系統を分割、高輪側を半90お系統とした路線であった。2000年12月には、半90後系統が、半96系統へと統合されたことにより、半90系統となるが、2008年4月には、と、バス委託に伴い、港南支所へ移管された。その後、 2015年3月に廃止。2014年3月をもっては、と、バス委託に伴い、に系統とも、江南支所に移管となった。8のアザ順管だった半96系統分割の上、五丹田駅から高輪台駅、古川橋方面を半94系統としたものである。2008年4月には、と、バス委託に伴い、江南支所に移管。 大井町駅と天王洲地区のアクセス工場を目的に1992年に開通した品91折り返し系統が1994年7月に E96 系統として独立した路線2005年3月28日の港南文中所の死書下に伴い移管された都電第四次撤去の1969年10月に 都電7系統の代替バス497系統として品川営業所の単独で運行開始した。その後2000年12月12日に四谷三丁目から同時期に廃止された他70系統のルートで新宿駅へ向かうように経路を変更。品97系統になるのと同時に新宿市。2005年4月には都バス委託に伴い杉並支所に移管。 その後2008年4月からは、江南支所との共感となる。2005年3月の目黒文中所廃止から2008年4月の鳩場水託までの3年間、品川営業。その後、江南支所への移管を経て2013年3月31日をもって、東急バスの単独運行となった。1994年7月に、 品98系統から町と土の絵が独立して、発足した系統で、品98町と土の絵がそれぞれ E98 校と、オツになった。2008年4月に、港南支所へ移管の上は、と、バス委託となる。1967年に39オツ系統として、開通。その後品川営業所と港南支所の間で何度も、担当が変わり、現在は、 江南支所が担当している。ちなみに39号系統は、現在の品99系統である。ありがとうございます。